こんばんにちは、バットです。今日はですね、東京都北区赤羽に来ました。キャンプしないおっさんの休日ですね。今週も今日は、まあ、ここで食って飲んで遊びたいと思っております。いやー、丸マスが並んでる、すごい。いやー、かわいいですよ、かわいい。これみんな予約してる人ばっかりってことだよね、多分。予約してやる人ばっかりってことかな。そうだよね。ホロホロで食べていいですか。ヒレ、うなぎのヒレ焼き。うまい。これが一度漬けたい。白焼きよりも香ばしいんですか。あ、白焼きよりも香ばしい。香ばしいんで、こっちが好きなんですよ。その一回だけタレに漬けくぐらして飲みましょうか。もう何でもいいですけど。裏一番やばい看板。裏一番。ここがワニラさんのお店だ。どこ入り口？あ、ここだ。ワニラさん。このビール。レモンサワー。これ大丈夫ですか？これ飲むと、顔が踏まれてるみたいな。グリグリ。グリ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 って。こう、ほっぺが。ハッピーラッキーマンホール。もう、せーの、倒産。これは普通の電車で。昔からある。電車で。これも普通で、横が。東北上越新幹線ね。こんな神社のこんなところを避けて通るよ、なんか。いやー、初めて赤羽のりょうちゃんです。今はサンタの何ガウンドレスとかそんなん着てますね。おはようございます。7時過ぎぐらいかな。あ、もう8時前ぐらいかな。眠いけど、朝ご飯食べに来たんですよね。なんか昨日の飲み差しのあったので氷持ってきて飲みます。朝から飲めるっていうのはね、いいっすよ。10時半マルケン水産並んでます。5年ぶりのマルケン水産です、昔は号泣してましたから。いい感じ。ああ、いたす。すごいです。秋葉原に来ました。せっかく秋が来たんで、メイドカフェに行こうということで、